武田さんが新選組を脱退すると。本当ですか、それは。なあ、こいつを見てくれ。拝見いたします。内容は読んでもらえりゃわかるが、武田の国元の身内から送られてきたもんでな。武田を国元に戻して仕官させたいから脱退を認めてくれってよ。なるほど。無断で脱走したら死罪ですけど、許しを得た後なら問題ないですもんね。そういうことだ。あいつの処遇については俺たちも頭が痛かったんだが。ですよね。あの人、一般大使が知らないような機密についてもある程度知ってますし。で、どうするんだ？脱退を認めるのか？認めるしかねえだろう。あいつのことだから。この方法だけじゃなく、無事に隊を抜けるための第2第3の策を考えてやがるはずだ。まあ正直言って、武田さんの甲州流軍学も今の新選組には必要ねえしな。武田さんは土佐藩との間に幾度となくいさかいを起こしていますし、今回の件もあり、そろそろ潮時だと考えたのかもしれません。まあそうだろうな。とにかく武田が抜けるってことは覚えておいてくれ。もし新選組の機密をどこかに売って、そのせいで近藤さんが不利になったら、その時は武田さんを切ってもいいんですよね。その判断は俺がする。あいつにそこまでの度胸があるとは思えねえがな。雪村先輩。いやー、ほんと長い1ヶ月でしたよね。な、見てくれよ、このススキ俺たちが集めてきたんだぜ。へへへ、だろ。何せ1ヶ月越しに実現した月見だしな。なあなあ土方さん、せっかくの月見なんだしよ、一杯だけ許してくれねえか。たく、お前は酒を飲むこと以外考えられねえのか。頼むよ、行事ってのはこれがねえと始まらねえんだって。しょうがねえな。節度を守って前後不覚になるまで飲むんじゃねえぞ。おお、さすが土方さん、話がわかるじゃねえか。あれ、はじめくん、どこ行くの？これからお月見するのに。巡察の当番だ。月見は皆で堪能してくれ。そうだったっけ？今日ぐらいは他の人に任せたら？そういうわけにはいかぬだろう。巡察が終わった頃にもまだ宴が続いていれば参加する。あ、それではまた後でな。なあ、武田さんもこっちに来いよ。今日はあんたの送別会なんだしさ。ちょっと待ちたまえ。それは初耳だぞ。まあ何でもいいじゃねえか。短い間だったが同じ新選組大使だったんだしよ。俺、武田さんのことは別に嫌いじゃなかったんだぜ。ちょっと意識が高いっていうのかな、俺たちとは違うっていうのが出過ぎだったけどよ。
それは意識が低い君たちに原因があるのだ。俺たちがちょっと門限破りをするとすぐ土方さんに告げ口しに行くのもどうにかしてほしかったな。それは君たちが原因だろう。私の行動に落ち度はない。ほんと惜しい人を亡くしましたよね。待て、勝手に殺すんじゃない。でもまあ帰るところがあるのはいいことじゃねえか。いや、まだ仕官できると決まったわけではないが。ずいぶん盛り上がっているようだな。今回土佐藩とことを構えずに済んだのは君たちのおかげだ。感謝しているぞ。これは近藤局長、この度は勝手な希望を受け入れてくださって感謝しています。いやいや、長い間ありがとう。新天地での活躍を期待しているよ。は。ですがすぐに離隊するというわけではなく。雪村先輩、団子食ってるか。晴れてよかったですね。曇り空で月が見えなかったらやっぱり寂しいですし。武田さんが新選組に入ったのっていつ頃だったっけ。確か文久3年の10月頃じゃなかったか。芹沢さんが亡くなった直後ぐらいだったと思うぜ。結構一緒にいるはずなのにあんまり付き合いはなかったよな。まあ、あの人は俺たちより近藤さんにくっついてたからな。武田さん、国に帰るらしいが、お前らはそうなったらどうする。無理無理、城勤めなんて堅苦しい仕事、今更できっこねえや。江戸に戻ったら、どうだろうな。江戸での暮らしもそれなりに楽しかったな。佐野さんは？いいよって、国自体は懐かしいが、田舎やら実家にはもう未練はねえな。そっか。もし万が一新選組から放り出されることになったらさ、またみんなでどこかの道場に居候とかしてよな。やれやれ、みんなが居候してた間司令官は大変だったんだけどね。道場にお金は入れてくれないのに、あちこちで揉め事ばっかり起こすし。だから今はちゃんとその分の恩返しをしてるじゃねえか。そうそう、切り合いとなりゃ真っ先にすっ飛んでいくしな。